こんにちは、フルホースです。ということで、はい、喋りましょう。あん？ラジオでの失礼しました。ムチ殺してんぞ。ということで、喋りましょう。うん？隊長殿、なんか隊長ちっさくねーって、隊長殿お久しぶりでーす。みんな隊長との次の命令を発行。あ、ちょ、待って。次の命令ですか？はい、墓を暴け。あ、あべてください。あ、暴け？いえ、さあ、皆さん終わりにつけってことで、何がしたいかっていうと、何回も何回も海の魔物をぶちのめすっていうのがすごい大変で、お前らが入っていくんかい！それはちょっと予想外の出来事だったわ。そう。で、ちょっとめんどくさいなと思ったので、とりあえずですね、まあ、え？何してんの、探偵？ヒーネタ、あっち行ってくれー。大丈夫です。私、人間でございます。前世は人間でございました。ギリギリ人間でございます。違う。喋りましょう。だ、誰だ、幽霊じゃねえよな。妖精？そうか、変に寄せるしかない。いいよ。よんなら、おめえの光を頼りに、おめえは宝箱の待つそうな場所を探すだ。だから山分けにするだ、頼んだぞ。はい。え？おーい、どこ行ったんだ？もう少しゆっくり。ああ、そういうことね。はい。そういうことね。こっち。こんなペースでいいのか？え？おー、ちょ、待てよ、お前。なんか、現れたぞ。ちょっと待って。むずくないか。ちょ。どこ行くん？こう。え、ちょ、待って。このペースでさ、3日目の間で行けんのかな？頼む。お、ここは怪しい感じがするんだ。ここ掘っていいだか？はい、いいですよ。掘ると何が出てくるだ？え？変なもん出る。これは宝じゃねえだ。変なもん出てきたっていうのはあれか。おいで。てか、注目して。あ、じゃあ、おめ注目するだ？変な光ってのは、これあれか？もしかしてあの、ナビーのこと言ってんのか？じゃあ、おめえのことチラチラ見てっけど大丈夫なのか？おう、掘ってくるだ。ここ怪しい感じがするだ。掘っていたか？お願いしまーす。T！ 何も出てこないだ。他のところ案内するだ。じゃあ、こっち来てくるだ。ここをこいつ登るのかな？登るっていうか、なんかふわふわ浮くんだっけ？で、おう、ちょ。おじさん、ちょっと待って。あ、ちょっと待ってー！ちょっと待って、これむずいな。これもしかしたら卵全部取り直しになるかもしれない。このままいくと。前回パートであそこまでせっかく頑張ったのに。どこ行っただとかって言われそう。え、ちょっと待ってね。これ先に把握をしておこう。これをやること自体が意味あるのか。奥に行くと何かがあるとかそういうのじゃ。なんだ？なんだこれ。あ、おめえの部屋かよ。そういうことか。あ、なるほど。最後はそっから出てくればいいよっていうことね。待って、1時間経っちゃったんだけど。よいしょ。で、2階に登るには、ほい。何を掘ったらいいんだ？何をあいつに掘らせたらいいんだ？何をホリホリさせるんだ？じじ。姿勢が悪いぞ、じじ。どこにいたら、おめえの光だけが頼りなんだ、つって。あ、こっち。だったら、あんな危ねえところやんじゃねえよ、おめえさんさ。そう、すげえ俺、心臭かったし、怖かったんだぜ。まったく。はい。もっと早く歩けんだろ。おら、おめえのリハビリに付き合うために俺ら頑張ってんじゃねえぞ。こっち来るだ。はい、乗るだ。乗って満足するだ。はい、オッケー、いいよ。はい、ふわー。で、登って、なんかすっげえむずいと登るのが。よいしょ、OK。で、あ、だ、あ、めっちゃゆっくりだったわ。思ってた以上にゆっくり進んでくれてるね。こっちでいいのか？ビッグポーとか出てくるのか？これって。はい、こっち。でね、これ間違えるとまたね、ヒューっとどっかに落ちていきやがるからなぁ。あ、おい。間違えない。端っこ。しかしまあ、どうやったら人間右と左の目の位置がずれるんだかね。多分、若い頃にボコボコに殴られ続けたんだろうな。お願いしまーす。怪しい感じ掘ってください。なんかいつもと違うムービーが出てきた。他のところ案内するだ。はい。ヒュー。音がコミカルだな。
おーい、どこ行っただ、もう少し。あ、これもしかして全部掘らなきゃいけないとか、そういうオチか。あー、ちょ。どこ行く気だ？はい、頼むぜ。掘ってくれよ。お、ここ怪しい感じがするんだ。掘っていいだか？掘っていいだよ。ブン、ブブン。何も出ないか。あ、はいはい。ってことはこっちだな。さっき掘ってなんか怪しい青い光が出てきたところだかな。はい、こっちまで来るだ。この距離は大丈夫なのとか、注目しといてあげたら大丈夫だってことだな。オッケー、じゃあ、はい、開けてください。頼んだだか、いいだか、いいだよ。トゥ。何も出てこなかった。おっさん。こっち。そんなもう、本当に。薬やってるかのような歯の抜け方してるおじさんさ、こっちおいで。さあ、早く。私には時間がないんだ。今日ちょっとお尻の時間が決まっているので、もしかしたら短いパートになるかもしれないですけど、まあ、頑張ってくれているということで、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタン押してください。お、これはいけただか。ですよねー。せんなもん出てきてねえだなあ。あってこれビッグフォーを出すだけだったらあんま意味がねえんじゃねえだか？あれ？また別の墓を暴くだか？3日目じゃなかったっけや、つぼつぼ。いいよ、掘ってください。こっち。そんな急に諦めるな、急に諦めるな、こっちだって。はい。お前には登ってってもらわなければならない。さあ、天に召されよ、7年後に。よし、じゃあ行ってくるねー。俺も登ろう。一緒に山を駆け登ろう。山登ろう。こっち来る？すげえゆっくりだな。まあ、自分がその途方に暮れないようにっていう感じじゃない。よし。おいで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 、さあさあ、どうしよう。ピグレット。ちょ、おっさん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 、危ない危ない危ない。あ、掘ってください。お、ここ怪しい感じがするだ。掘っていいだよ。このムービーは、お、よし。で、チャラチャチャチャラチャチャン。壺が急に出てくる。ビッグポー。わー、幽霊の親分が出たなー。なんで親分って分かったんだ。おー。あ、どこ行った？あれ、どこ行った？あ、入ってた、入ってた。ちょ、ラービー、仕事してよ。マジでナビ仕事しねえ。おい。よいしょ。おい。ペケ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 ペ
ほい。え、ナビマジで仕事しねえな。いや、いった。そしてなんか地味に強えし。あ、マジか。かん。ナビ仕事してよ。ナビじゃねえわ。ま、名前は間違ってるからあれだ。こいつ全然仕事知ってる気がないんだ。チャットだ、チャットだ。思い出した。ギリギリ思い出した。なんかすごい後ろから来るな。あ、なんだ。ほい。まだいんのか。4発撃ったね。よし。ほい。終わりだ。あー、ちょ、もうなー、チャット。マジで仕事しねえ、こいつ。宝物。おめえはもう、あれだよ。撃ったところで何の意味もないからいいや。200ルピーくらいだっけ？こいつを通して壺が手に入るっていうのもまた、壺じゃねえ、空き瓶か。っていうのもまたなんかちょっと珍しい感じがするね。あ、よし。これを手に入れて、あと、9時ってことは、10、11、12、1、2、3、4、5、8時間くらいでクリアしなきゃいけないと。大変だ。頑張ろう。みんな頑張ろうぜ。もう俺は何も見てねえし、何も知らねえだ。爆発でもさせてあげようか。よし。ちょっと待ってね。これちょっと、ハートはありがたいけど、マジックポイントが手に入らない。マジックポイントマジでないのか。カスだな。仕方ねえな。
3つになればちょっと楽になるかな。こっち、グレートベイ。グレベイ、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 久々にアリポンさんの動画見たくなってきたな。あの人の動画マジでかっこいいし、何よりもね、アリポンさんのね、トークがマジで面白いんですよね。うん。ゴロンの真似をしてくる兄貴がマジでうざいとかさ。ね、ちょっとすごくいいことを語った瞬間に、その言葉を帳消しにするかのように、あうんこ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 とか言い始めたりとかさ。だってね、トーク力となんかすごいいい感じの、なんか喋る力とトーク力は一緒だった意味が。チェック。キリととんがり。で、ここで出したらいいのかな？ここ。違うな。ん？これ使ってもダメみたい。なんだ？ああ、そういうことか。で、ここからとんがり岩になると。ただこれ普通に行くとダメだから、ここで出すと、だよね。待って、明らかに大きいサイズが出てきたっけ。あなた、どうか私についてきてください。ちょっと待って、ついてきてくださいって言った瞬間さ、全くもってついていけなくなったんだけど、一瞬で消えたぞ、こいつ。腹立つ。ちょっと待って、ゆっくり行けよ、ゆっくり。私の後についてきてくださいって。ゆっくりでついていってほしいんだったらさ、なんかついてこねえなと思ったらさ、待っとけよって思うんだけど。この看板全くもって意味が、あーん、そっちですか。はい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 。これだから誠のメガネみたいな、なんかこう、あれだよね、見えない壁かなんかがあって、それを逃すと全くダメになっちゃうとかって、そういうオチなんだよね、きっとな。うん。てか待った、ちょっと待って。これさ、マジックポイントになってやばいんじゃないか？今更気づいたけど。ねえ。あー、そうですか、そうですか。すべて私の友達、フィアンセって言えよ。お願いします。友達を助けてあげてくださいって言って。フィアンセだろ？知ってるよ、フィアンセだっていうことを。じゃあ上から行くか。すげーな。ウツボがたくさんいるんだよな。美味しそうだな。長いし遠いしな。うぃー。樹脂と。あ、いた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 。あ、いたいた。あー、わー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 。わあわあ、そこまで沈みます。てか、そこまで沈もう。マジックポイントが手に入らない限りならどうにもできねえ。まずい！だった、ジョンソン手に入った。ジョンソン手に入った。おしゃ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 。アービン、違う、お前は別にいらないな。ほい、あれ？ほい、あれ？ほい、あれ？あ、オッケーオッケーオッケー。声どうなってんの？ブリュ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 リまあそんな細かい話はどうでもよくって、まあ今のうちにこうハート、じゃあハートじゃね、ルーピーはいらん空気読めし。で、アタックして、よしよしよし、こんだけありゃなんとかなるでしょうということで、はい、食わせない。オッケー、もう一丁。あー！叩きつけるの術。何。だから何事もなかった頃にケロッとするのやめて急に。怖いんだよね。ということで、こいつを倒すと、うわぁ、ウツボアタック。ウツボの唐揚げって美味しいよね。結構好き。刺身ってあったんだっけ？あ、なんかある。今なんかなかった？あーってやっぱ。あーでもこれ多分あれだろうな。絶賛いらないルピーだろうな。バコ。ペラ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 ペン。あーですよね。本当に赤ルピー好きね。ここら辺の生物。盗賊たちも生物って言い方しちゃってるけど。まあいいじゃん。よいしょ。ああ、マジかー。いらんわー。ほんとマジでいらんわー。クソみたいにいらんわー。もう、出てきたわー。おふふ。ちょ、もうめんどくさいなー。ほんで、叩きつけられるだけでさ、別にダメージを受けるわけじゃないんだよね。もう。非常に時間の無駄だった。さっきも言ったじゃないですか。私にはお尻があるって。人間だからお尻はあるやろ。はい、おしまい。
はい、おしまい。ペルペルペルペペン。チャルチャチャチャン。これまたルピーだろうな。ラピーはいらない。卵が欲しい。卵とマジックポイントが欲しいから、もう今いらないです。これは入り口か。え、違うわ。あ、入り口。あ、ちょっと待って、今、ちょっと食らわなかった？来いよ。あー、オッケー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 。チャラチャチャチャーン。ほい。テイ、ゲット。まあ、マジックポイントがどうしても足りなくなっちゃいましたってなれば、もうごめんね。もう友達は助からなかったということで諦めてください。月近くない？あ、じゃあ月じゃないのか、あれ別に。あとこっちか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほい。ちょ、待って。だからなんでそうなるの？何をしたいの、お前は。ほんと、英雄やめれば。ただの自分の操作が下手なのを英雄のせいにするというクソみたいな、実況者ですいません。あ、いた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 。はい、いや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 。で、はい、オッケー。あ、つぼ。お前にマジックあるだろ。ジョンソンちょうだい。レイカーズショータイムが欲しい。くれ。いらん、マジでいらん、一番いらん。本当に何なんだ、もうさっきからこればっかり、なんかいじめられてるよね、ほんと。よいしょ、ほい、チュ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 。オッケーオッケーオッケー。とりあえず最初の約束は、あれだね。誰と約束したんだっけ。誰とも約束した記憶がないけど、まあいいや。チャラチャチャ、正面にいるな。正面、でも7匹だけ倒さなきゃいけないの。7匹だった記憶。はい、さよなら。で、くる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 。びっくりしたー。ゼルダの伝説ってホラーゲームだったんだ。それは気づかなかった。長い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 。はい、何事？ちょ。あ、なんかあれか。ガチャガチャしなくちゃいけないのか、これも。しかし。そういうオチだったか。それはちょっと気づいてなかったですね。とか、お前もなんとかやれよ。シールドラゴンだろ？竜巻とかさ、ねえ、炭を吐くとかさ、じゃあ煙幕か。そういう技とかなんかかましちゃえばいいじゃんって思うんだけど。あ、やった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 。違う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 。オッケーオッケー、いいね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 。マジックパワー。マジ、いらん。同じ緑色でもお前は果てしなくいらん。で、どこにいるっけ。あっちいる。ここの中にはいる。あ、いるね。いるだろうな。いるよいしょー。オッケー、ジュワン。オッケー。ちょ。オッケー。あ、やった！おう、ああ、もう全部倒した。あれ ?6 体 ?7 体 ?7 体倒したのか。チャラチャチャチャン。QI コード。お前、どっちが押せる、どっちがミスかがわからん。非常に難しいぞ、この選択肢は。まあ、後で話しかけてあげる。その前に、それよりも俺はマジック、バーお前が欲しいのに、なんでだよ、おかしいだろ。喋りましょう。ありがとう、ブルーホスさん。心、ま、はい、あと2個。はい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 。いやー、本当に、せいながこう幸せに。こんなところでいいんだったらね。またいつ怪物たちがこの穴の中に帰ってくるかわかんないからね。気をつけなよ。ということで、こうなったらどうしたらいいか。適当にふわ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 したらいいのかな。お！やばいじゃん！やばい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 ！早く脱出して！早く脱出して！嘘。違う。俺の聞いてた話違う。グレートベール海岸、やばい。急げ。早くしないと。早くあの歌を覚えないと。覚えないと。うおー、まさかこんなことになるとは思わなかった。ちょ。やばいじゃん。え、実況中継とかそんなくすぬるなーまぬるい話してる場合だね。登って。はい。あ、ちょ、待って。今更時、やらし、ちゃんと見つかるのよ。よく、覚えろ。急げ。扉オープン、ささみ。うっそだろ、やべえじゃん。さあからでっかいね。おっきいね。食べてみたいね。多分あれだよ。カサゴだよ、カサゴ。カサゴは毒があるけど、美味しい魚なので。よっしゃ、沈め。こんなところで出しても意味がない。ダメみたいな。出す。あ、なんで、何してんの。これっぽっちも。はい、沈め。ポッキュン。あ、沈め。ポッコン。あっぷね。あっぷね。とか、ピンチ。やばい。ピンチパンチだ。
なんかあの、ザ・パンチって、そういえば、いたよね、なんか死んで、とかいうさ、あの、ざんまずししたじゃん。なんかあの、絶妙に、あの、M1 の時には滑り倒して最下位をやったっていうね、全然受けなくても、どん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 テンパっていくっていうのがすごい分かっていくような感じだったんだけど、そんなのどうでもいい、そんなの、今そんな話をするあれじゃないですよ。けけ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 
ッケーオッケーオッケー。よし、全部の卵が始まるぞ。早く水槽の前に来てるぞ。早く水槽の前に来て、そして、オカリナからのギター。さあ、目覚めよう。さあ、目覚めよう。我が子供たちよ。お目覚めください。もう、裏の音楽がピンチでしかないよね。やばいやばい。音楽がこう、なんか全然もうなんか、危機感迫りすぎて全然嬉しくないよ。そして、お前ら最初、オタマジャクシだったのかよ。ね。お前には分からんのか、このゾーラのこの並び方の意味することが、じゃん、ちゃちゃちゃん、ちゃちゃちゃん、はいはい、じゃん。は？ちょ、時間がねえんだって言ってるでしょ？なんで？じゃん、ちゃちゃちゃん。ちゃちゃちゃあわわ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 わああ、秀才よ、ゾーラの歌声を誘うメロディー。それ、それ楽器じゃん。この曲を教えるためにこの形が生まれたんだとすると、この卵を産んだゾーラに早くこの曲を聴かせてみるじゃん、急げー。あ、やっぱりじゃあ、あれなんだ。ミカオじゃなくて、ルルが産んだ卵なんだね。ところでやっぱミカオとルルは一発やってたってことはもう、下品極まりないよね。あ、なんだ。やった、くれた、ありがとう。よっしゃーしゃーしゃいんしゃいんで、どうしようかなー。あと5分でしょ？できること。まあ、とりあえず聞かせてみるじゃん、音楽。じゃあとりあえず音楽聞かせるか。音楽聞かせに行って、でもな、今聞かせたところでな、あの亀が目覚めても何の意味もないからな。パー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 つおい！え、でっき、え？夜になったらお目覚め？おっ、食われたー！ちょっと待って、なんか奪われるとかそういうのないよね。盾奪われるとかないよ。長えな、ほんで。おおおおお、ほんで、お前、便乗すな、便乗すな。あー、また食われた、めんどくせえなー、もう、時間がないって言ってるでしょうよ。美味しくいただかれてるんじゃないよ。飛びます、飛びます。ちょ。オッケー、3発か。お前は、おめえもなんか、何、なんか月の引力か何かを感じて、こいつらみんなでっかくなっちゃったってやつ？そういうこと？そういうことですか？みんなでっか！ほい。あちゃ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 。ほい。あちゃちゃちゃ。あ、もうめんどくせえな。めんどくせえ、めんどくせえ。マックスめんどくせえ。ほい、ほい、ほい、ほい。ほら、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 いつ食べられた？今食べる瞬間なんかあったか？カッキーン、おい。さあ、返して。返して、マックス返して、チャラチャチャ。金のごまだれ。どうせなくなるんだしさ。もう、うわ、でっかいな。北海道。そらでっかいと。よいしょ。よいしょ。待って、マジででかいな。あっちにもいるやつもでかいもんね。この緊張感のないやつ。じゃあ、ちょっとみんなに一個だけ面白いのものでも見せに行きましょうかね。せっかくここまで来たしさ。よいしょ。ほい、オッケー。で、まあ、残り時間が少なくなってくるとね、だんだんね、皆さんね、できることも少なくなってきますからね。まさかこんなギリギリになる。おー、ちょ、くせっちゅう。で、とりあえずじゃあ、うさみみちゃんになって、と次回からじゃあ、グレートベイに行きましょうかね。グレベ。グレベに行って、まあ、三つ目のサードパーティーをね、クリアしましょうかね。何言ってるんですか？多分、サードパーティーって言ってもね、そういう業界で働いてる人じゃないとなかなか通用しない言葉だと思うんですよ。はい。
ということで、はい、帰ってきました。で、まずは、まあもう、お店の外に、あ、とか、お店の外っていうかね、出ちゃってるザマスからね。で、ここも閉まってんのかな？あ、じゃあ開いてるな。そう、みんな脱出した後なんですよ。みんな脱出した後なんですけど、ここ開けると、本来ね、待ってる人がいるはずなんだけど、まずへそくりを、奪い散らかします。ちょ、この微調整が難しい。チャラチャチャーで、はい、これね。これね。以上です。特にコメントはありません。で、この次なんですが、もう一個だけ皆さんにお見せして終わりにしましょうか。多分だってもう、お前子供、親放任主義？かわいそう。もっとなんか構ってやれよ。脱出しろ。もう月目の前に迫ってんだぜ。何してんの？はあ。親むちゃくちゃやな。ちょっとこっぴー。俺も困ってるぴー。お前が何もしないことが困ってるぴー。権利書よこせぴー。この後に及んでまたあれなのかな？権利書あれなのかな？よし、オッケー。で、たた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 
逃げろよ。月と共に潰れましょうってか。で、ナンバー付けてくれるん。まあ、しゃあない。今回200ルーピーって勘弁しといたるわ。パラ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 、ひゃっ、あんた、大金持ちやな。ああ、知ってる。お邪魔します。よし。はっ、いなくなってる。なんだと？チェック。しばらくの間休みます。探さないでください。そんなー、師匠、どこに行ったんだ、師匠、おめえもこんなとこで引っ込んで寝てさ。はいよ、いらっしゃーし、はい、その気持ちはものすごくわかります。でもさ、やっぱさ、人間ってさ、やっぱ新陳代謝、体の細胞もさ、新陳代謝することによってさ、新しくなっていくわけじゃないですか。やっぱ地球っていうか、まあ人類のね、歴史もね、新陳代謝していかないといけないから、やっぱ死ぬべき人間は死ぬんだ方がいいんですよ、本当にね。私もいずれ死ぬ運命だから、これなんで。ああ、ちょ、なんだ？僕へ、いつも配達、そんな頑張り屋さんの僕にお願い。町の人はみんな避難したのだ。僕も逃げてほしいのだ。予定表に書いてなく逃げてほしいのだ。お願いします、僕より。そりゃ、逃げたい。けどそんなの予定表にないんだ。僕には配達の予定表が最優先なのだ。確か、本来は、母の速達っていうのをやって、シャトーロマーニーをくれる、カーフェイのお母さんのお乳をもらうために行かなきゃいけないっていう、そういう話だよね。けど、残念ながら、それが今回は手に入ってないから無理っていうところ。あれ、母の速達ってどうやって手に入れるんだったっけ？もういろいろ忘れてるな。ということで、お邪魔しまーす。いらっしゃいます。会員証をお見せください。もういいだろうよ。最後の晩餐の時なんだからさ。ということで、今回は、ほんとまさかこんなギリギリの状態になるとは思っていなかったんですけれども、一旦ですね、ここで終了とさせていただきたいというふうに思います。最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回から、おそらくグレートベイ、先もしかしたら雲の巣やない方やっていくかもしれないんですけれども、まあ、そのいずれかですね、ステージやっていこうと思いますんで、お楽しみください。では、また次回パートでお会いいたしましょう。あ、ちょっと待って。そういえばさ、夜更かしの面あるのかな？それがあるんだったら、そいつを手に入れて終わりにしようよ。覆面お断りし、ああ、じゃあ夜更かしの面ないんだね。そうだね。よし！じゃあ以上です。またお会いしましょう。バイバイ。